もう不眠で悩まない。屋内の太陽、グッデイライト。不眠はなぜ起こるのでしょうか。不眠は睡眠ホルモンの不足によって起こります。睡眠ホルモンはメラトニンのことで、朝光を浴びるとそれを脳が感知し、約15時間後に分泌されるよう体内時計にセットされます。この働きにより私たちは夜になると自然と眠たくなってくるのです。しかしながら、不規則な生活や不眠などで朝日を浴びることができないと、15時間後にメラトニンが正常に分泌されず、夜になっても眠くなりません。不眠が続き、生活はますます不規則になっていき、また朝の光が浴びられないという悪循環に陥ってしまうのです。グッデイライトは太陽光と同じ照度である1万ルクスを実現。朝の10分間室内で浴びるだけで、自然光を浴びるのに近い効果をもたらします。それは紫外線域を含まない安全な光。忙しい朝にはながら浴びが便利。タイマー付きで消し忘れの心配もありません。マイナスイオン発生機能を使えば、よりリラックスした空間で過ごせます。不規則な仕事、時差ボケ、悪天候続きなど、起床時に日光を浴びられない日でももう大丈夫。冬季うつなど日照時間が短いことによるうつ症状の改善にも効果的です。太陽光に代わってあなたに朝の光をお届け。体内時計をリセットし、睡眠を改善するお手伝いをします。さあ、次はあなたがグッデイライトで部屋にいながら降り注ぐ太陽光をたっぷり浴び、睡眠ホルモンの働きを活発化させて、眠れる幸せを取り戻す番です。